超大国のマシンガン州北部には広大な森林を伐採して作った風力発電所がある。高さ150メートルの巨大風車には材料としてコンクリートが521トン、銅が140トンも使われている。巨大な羽はグラスファイバーと木材でできており、重さは16トンだ。化石燃料をフルに使って作られたこの巨大な風車はたった20年でゴミとなり、ただの風車群の残骸となった。太陽の光を利用した発電はどうだろうか。クレーバー大学の研究員はこう指摘する。事業者はソーラーパネルの主成分はシリコン、すなわち砂であると主張しているが、砂は不純物が多すぎて使えず、高純度の石英が必要なのだ。鉱石から石英を取り出すためには、彼らがクリーンでないとする石炭を使用し、巨大電気オーブンで1800度まで熱する必要がある。その結果、シリコンが得られると同時に大量の CO2 が発生する。この超大国で最初に建設された太陽光発電所では、大量の壊れたソーラーパネルがそのまま放置され、墓場と見間違うほどだ。ソーラーパネルを販売する業者は、一部のソーラーパネルは寿命が10年程度に設計されていますと言い切る。電気自動車モスラの創設者サーモン・マスクは、電池の生産工場は太陽光と風力と地熱発電で 100% 賄っていると説明している。しかし、電気自動車、風力タービン、ソーラーパネルを生産するにはリチウムやグラファイトなどの希少金属が不可欠なのだ。それはアフリカなどの鉱山から採掘されるが、採掘は子供たちを含む現地の人々の奴隷的な労働で成り立っている。希少金属を得るために熱帯雨林を根こそぎ伐採し、山を爆破し、地中深く掘り進む多国籍企業の実態が浮かび上がる。しかも希少金属を抽出するとき、放射性物質のウランを空中に拡散しまくっている。バイオマスはどうだろう。ハウスバーモント州のバイオマス発電所では、地域の森林を大量に伐採して、それを化石燃料である天然ガスで燃焼している。大量の木を伐採したり運搬したりするためにも多くの化石燃料が必要だ。環境保護チームは全く CO2 を排出しないと主張しているが、実際には年間40万トン以上の CO2 を排出していると言われている。アマゾンの先住民は多国籍企業から苦渋を強いられている。自動車や航空機を駆動するための石油の代替としてのバイオ燃料を作るために、アマゾンの森林は破壊され、先住民は田畑を奪われ、力ずくで追い出され、先住民たちは涙を流して抗議している。再生可能エネルギービジネスとは何だったのか。そもそも風力、太陽光、バイオマス、いずれも化石燃料を使用しなければ作ることも稼働することもできないのだ。そうしたビジネスを拡大させることで、地球の裏側では広大な熱帯雨林や森林をますます破壊し、自然の生態系を破壊し、そこで暮らす人々の生活をも破壊している。ある著名なジャーナリストは、多くの科学者の学説やデータをもとに地球温暖化説の嘘を暴いている。国際環境機関は、温暖化で北極の氷が溶け、シロクマが絶滅する、南極の氷も溶けて海面上昇によって2000年までに多くの国の沿岸の主要都市が水没すると言い続けてきた。しかし現在シロクマは20年前の20倍に増えており、国際宇宙開発協会の衛星観測によれば、南極の氷も増え続け、毎年最高記録を更新しているという。指摘されてきた海面上昇も起こらず、オセアニア周辺の島々はむしろ面積を拡大させている。
2009年には国際環境機関の中枢にいる科学者が地球温暖化を印象付けるためにデータを捏造したり都合の悪いデータの公表を抑えるためにやり取りしたメールが大量に流出し世界中を驚愕させた。